メイチャンネル。清し、この世清し、清しということで、皆さんこんばんは、メイです。ということで、本日はですね、ちょっとかなりレア回なんですけど、人生初のプレゼント企画、やいやいやいや、たたん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 。実はですね、先日、ラバルさんのサブチャンネルを出させてもらったんですけど、お邪魔した時に、詳しくはラバルさんのサブチャンネル上がってると思うので見てほしいんですけど、じゃんけんでラバルさんに勝ったら、プレゼントをしてくれるってなったんですよ。多分でかいんですけど、めちゃくちゃじゃんけんも強いんですよ。で、なんと今回、勝っちゃいました。びっくりして。プレゼント企画しようよ、めいちゃんも。じゃあ、エクセルでじゃんけんして勝ったら、プレゼント100個僕買ってあげるんで。マジですか？すごい、それは。そんなですか？買い物だけかなと思ったら、なんかラーさんがマジでプレゼントしてくださって、しかもそのプレゼントがなんとかなりちょっとすごいことになっているんですけど、多分ね、皆さんちょっと想像を超えると思います。しかもなんかラーさんがその場で、ね、松坂翼さんとコンタクトを取ってくださって、ラーさん経由で松坂翼さんがおすすめのブランドバッグを今回教えてくださって、名前でも写真でも好き使っていいよって許可いただいて、ありがとうございます。松坂さん、ありがとうございます。もう今回松坂翼さんがちょっとおすすめのブランドのバッグを店員さんにも聞いて、ちょっと今回選んでいただきました。今回ね、4つ選ばせていただきました。4つ。早速1点目が、今これは着てるんじゃないかというかね、可愛いっていうの、ミューミュー。ミューミュー、皆さん女の子好きと思うんですけど、ミューミューのめちゃめちゃ箱も可愛いんですけど、リボンもついてこんな感じで箱で、もこの正規なんで、今人気のジャンミッショルダーマークです、イエイイエイってことなんですけど、これチェーン、ゴールドのチェーンで、結構サイズ感もめっちゃいいんですけど、ロゴのミューミューって書いてて、チャック巻きやすくて、めちゃめちゃええねんな。めちゃめちゃ物も入るし、カバンも消したいし、こんな感じでジャンプっていうパスケース、パスケースとかちっちゃいポーチも入ってるから、めちゃめちゃカードとかも便利やねんな。アンミカです。めちゃめちゃ人気のミューミューのバッグ、なんと今回1つ目といろんな系統があった方がいいなと思って、2個目、ジャンプじゃないかです。このスーパーの袋じゃなくて、実はこれ、僕は人には分かると思うんですけど、これ実はね、布でできた袋で、これ、ジャンってことでマルジェラなんですけど、マルジェラって結構、おしゃれさんがめっちゃ持ってるじゃないですか。こういうなんか、女の子見からってるのジャンってことで、今回マルジェラのバッグも、店員さんに聞いて人気のやつも選ばせていただきました。こちらは松坂さんが、お好きなブランドということで、今着ているブランドとお伺いした。マルジェラもめちゃめちゃ可愛い。これもね、有名なロゴというか、こういうモチーフついてて、これなんかソファーじゃないけど、なんかキルティングっぽいモチーフなんだけど、てかレザーというか、めちゃめちゃ面白いデザインなんですけど。で、これね、チェーンついてるんで、クラッチとして持ってもいいけど、止めてもらって、シューズかけれもします。可愛い。私はこの色が可愛いかなと思って黒選びました。リップとか、ちょっと財布とか、なんかちょっとした小物入れて持ち運べる。サイズ感、良き。マルジェラ持ってる女はいい女っていうことで、大人の女性、女の子問わずね、やっぱおしゃれな女の子はやっぱね、持ってると可愛いので、一応レディースなんですけど、男性もおすすめです。こちらが2個目。で、次がですね、結構ちょっとばかし、ちょっとばかしなんですけど、皆さん好きでしょ。嫌いな人いますかって見えますかねってこと。こちら、グッチ。グッチ雄三ですね。グッチ雄三さんの今季のパッケージなんですけど、可愛い。ね、このグッチのこのね、てかめっちゃこう可愛くて、私店員さんに聞いたらこれめっちゃ人気で、じゃんこれ見えますか、これグッチのショルダーです。こっちもショルダーですね。今回一番サイズ大きいかな、結構張ります。これなんかサイズ調節できるので、自分で留めていただいて肩掛けみたいな感じで持ってもらったら可愛いかと思って、ワンピースとかでもいいし、パーカーとかにもこれラフにつけても可愛いかと思って、やっぱねめちゃめちゃ可愛いです、グッチの柄。これもね、なんか開けてもらうとなんかこんな感じです。見えませんでした。こうやってなんか入れやすい、こういうなんかカードとかざっと入れやすいモチーフで結構入るので、これはティッシュ箱みたいな感じのサイズ感だと思っていただいて構いません。どっかお出かけとかでもめっちゃ使いやすいサイズ感なんですけど、いかがでしょうかって感じで、これグッチめちゃ今人気のデザインです。結構ね、色味的には重ため中だからめっちゃ使いやすいと思います。無難になんか何年も使えそうだなと思って選びました。グッチ可愛い。パチモンとか前ですか、パチモンとか本物を持つとやっぱ気分も変わると思うので、ラバーさんかっこいいな。普通になんかその時のなんか話のなんか盛り上がりかなと思ったら、本当になんか帰り間際今回軍資金をいただいてゲットしてきました。で、最後に4つ目、こちらですね。ちょっとカバンばっかりじゃないですよってことで、じゃんとか、こちらシャネルってことなんですけど、これ私がやってますからコスメかと思いきや、皆さん財布欲しくないですかってことで、シャネルの今人気のじゃん、これかわいい、見てください。シャネルのベナナシンプルな結構財布、サイズ感めっちゃいいんですけど、こんな感じで折りたたみ財布が入ってます。この中にお金も入れて発送しますって嘘なんですけど、めちゃめちゃ可愛い。ここから結構ね、小銭とか入れてもらったりとか、結構ね、開けやすくて使いやすい形になってます。結構女の子ね、ちっちゃめの折りたたみ財布好きな子多いんで、やっぱね、かさばるんで、めちゃめちゃ定番の人気の方のやつで、いろいろ色めちゃないなんですけど、この赤が一番可愛い人気ということで、シャネルもね、やっぱ長いこと使えるというか、入りしたりがないぐらい愛してもらえるんじゃないかと思って、結構いろんな服にも合わせやすいのかなと思って、今回このシャネルのレッドを選びました。今回総額50万ぐらい。ちょっと本当に、ラマさん、まさかさささん、ありがとうございます。ということで、もうめちゃめちゃもう、家の皿洗うって感じです。こんな、なんか日頃、私の、
ファンの皆さんにもお返しできる機会がなかなかなかったので、こういうなんか機会がちょっと本当にいただけて、私ちょっと今感極まってます。応募条件なのですが、あの YouTube を、私のメインチャンネル YouTube を、チャンネル登録してくださって、プラス配信情報が来る、通知ボタンですね、必ずベルボタン、通知ボタンも登録してくれた方ですね、プラスですね、私の Twitter があるんですけど、そのアカウントで今回のですねプレゼント企画の投稿をツイートさせてもらってるので、そのツイッターにリツイートしてください。リツイートしてくださった中からですね、私は今回ですね抽選で選んで、私から DM を送らさせていただきますということで、今回4名の方にですね選ばせていただきますので、応募資格はメインチャンネルのチャンネル登録をしていること、あとベルボタン通知をしてくださっている方、できた方はですねメインのツイートをしていると思うので、そのツイートをリツイートしてください。それでメインが抽選で DM で送らさせていただきます。あとですね、気をつけてほしいのが DM を許可して、なんか結構知らない人から来るとできないっていう方もいると思うんで、DM を許可しておいてください。元払いでこちらが送れさせてもらいますので、安心してください。あと絶対DM で写真確認するので、嘘ついてダメ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 ってことで、ベルボタン通知と、チャンネル YouTube をフォローしてください。お願いします。ありがとうございます。でもね、ほんとね、今回その松坂翼さん、めちゃめちゃ憧れだった松坂翼さん、一時期似てるって言われてたのかなって、嘘なんですけど、本当になんかめちゃめちゃ、それぐらいもう髪型とかめっちゃ真似してて、メイクとかもカラコンとか全部真似してて、今も憧れなんですけど、事実上あれですよね、ブランドをね教えていただいたんで、まあまあ関節キスという、本当にラファエルさん、まさかさん、一緒にお手伝いいただいてます。今回参考させていただきました。めっちゃ可愛いブランドを教えてもらって、今めっちゃもう全てですね、流行りのものでしかないので、絶対に持ってて損ないアイテムとかばっかなんで、時期的に発送時期が来年の1月とかになると思うので、まあお年玉みたいな感じで思ってくださったら嬉しいです。まあね、私のお金じゃないんですけど、じゃんけんで買ったのは私ということなんで、私からということで、今回はこういう機会いただいたので、私は皆さんに還元したいなと思いました。いつも見てくださってありがとうございます。今年もメイチャンネルよろしくね。ロート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 せーやーく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 ー、皆さんぜひともですね、リツイートツイッターお願いします。概要欄にツイッター載せておきますので見てください。ありがとうございます。チケラッチョ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok もフォローよろしくね。じゃじゃじゃ。